ありがとうね、イケちゃん。東京をストレッチして、ぜひガチャドン。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。気分はどうですか？最高です。よいしょ。はい、おめでよ。28日最終日の朝会始めていきます。よろしくお願いします。ということで今日のお題です。ピケちゃんの一番可愛いところを募集いたしました。たくさんの投票ありがとうございます。気になるグランプリは4人選ばせていただきました。おめでとうございます。そうですね、別に嬉しくはないんですけど、これからも尊敬と威厳を持って対応してくれたらなと思ってます。お願いします。ありがとうございます。ということで愛されイケちゃんでした。拍手。すみません、ちょっと次行ってもらっていいですか？速報が入りました。すみません、ちょっと今回今日のトピックは伸ばさせていただいて、ダイアリー3号目社員大きな決断、新たな挑戦の舞台へということで速報が入ってまいりました。はい、ということでダイアリー3号目社員池田智也移籍決定でございます。次は本日19時からダイアリーオフィスで開催させていただきますので、ご都合の良い方ぜひふるってご参加ください。じゃあ池ちゃん一言お願いします。あ、とりあえず暇な人みんな来てください。お願いします。嬉しいですか？いや、嬉しくないです。まあこっちでも集計できてるので。そうですね、であれば、いらないかなと思います。なるほど。給与を皆さんに出してもらって、で源泉だったりっていうのも今ちょっと面倒くさくなっちゃってると思うので、はい、まあ、こっちで一律でやってしまった方が、そういう形でお願いできたらなと。ごめんね、なんか最終日でギリギリで本当に申し訳ないんですけど、はい、バックオフィス関連の引き継ぎをお願いします。お願いします。じゃあまずメガ行きましょうか。一応今バックオフィスの引き継ぎの資料は開けてます、はい、ありがとうございます。僕が開けてないんですけど。私が確認したいのはなんか契約周りのやつ、はい、一回教えてもらったんだけど改めてちゃんとできるようにしたいなっていうところで、はい、共有を受けたいです、はい、これいつ終わるんですか？これ結構きついよね。手汗やばいね。手汗カットしてよ。キラッキラになってんのってことで、今からまあ本当に引き継ぎはあると思うので、本気でお願いします。お願いします。発行が私にができるようにします。これでじゃあ引き継ぎ全部終了ですかね？そうですね、これで以上です。ありがとう。ありがとうございます。池さん、池さん退職です。ありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ。はい、ありがとうございます。サンキュー。失礼します。ありがとう。よっしゃー。今バックオフィス系のこと一連を、まあ、池ちゃんがずっとやってくれてたことを引き継いで、なんかこんなに私たちの見えないところで、もうなんなら多分旬以外の全メンバー知らなかったんじゃないかっていうことだけど、会社にとっては絶対に必要なバックオフィス全般をこんなにやってくれてたんだっていうのをなんか知らなくて支えられてたんだなっていうのは思ってたけど、より一層感じた1時間でした。ありがとね、イケちゃん。かわいい。いただきます。めっちゃいい匂い。いただきます。うん、メール返さないと。メールめっちゃ来るよね。いや、今日中に返さないと。どうするんですか、ね、明日からもメール対応しないといけないんですか？ワンちゃん、やば、みんな行っちゃったのか。寂しいですね、オフィスがね。やっぱ人徳がないからかな。ミーティングだから仕方ないです。スーちゃんがいるし。確かに、嬉しい。ラスト出勤日とは思えない雰囲気。
最後の最後までダイヤリーバーが来て。ね。ね。全然信じられないわ。今日ラストって。ね。池田さん、午前終わってどうですか？仕事の進捗は。進捗 50%。 じゃあちゃんと残りの 50% 午後やって、やりきりみたいなとこですか？だといいね。でも、なんかバッチリ引き継ぎましたもやることないしみたいなのが理想だよね。ですよね、しずちゃん。うん。転職の先輩としてはね。だって普通はこういう状況ありえないわけでしょ、うん、他の会社だったら。1週間前ぐらいに全部終わってる。1週間前か、うん、予定では終わってるはずだったんだけど、なんかね、気づいたら溜まっていくじゃん、業務が。池田さん、ごちそうさまですか。うん、ごちそうさまでした。引き続き、カタ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 まだやる感じですか、池田さん、この後。そうですね、撮影までやります。 OK です、頑張りましょう。よし、これ、池ちゃんなんです。え、いいんですか。転職おめでとうございます。会いに来てくれたんですね。はい、池ちゃんラストということで、うん、会いに来ました。ありがとうございます。いやもうせっかく来てくれたのにちょっと撮影でバタバタしちゃって申し訳ない。あ、そうなんだ。もうこれからのなんか夢とか目標、まあ、仕事に関わらなくてもいいんですけど、あったりしますか？集中して頑張っていきましょう。よし。あっ、藤井さん、びっくりした。じゃあ、2月の締めから始めます。お願いします。お願いします。進捗および自社での回りきらなかった部分もあって、そこはちょっとこまめに確認しなきゃなと思っています。具体的に言うと、我々が伝えたいメッセージは、世の中に主体的な人を増やすっていうことを目的に。はい、小林先生です。結果こういう形ですね。僕もあの関われるところに関わっていけたらと思っているので、僕も頑張っていけたらなと思ってます。お願いします。では、ミケちゃんが今日最終出社日ということで動画を作ってきたので、みんなで見れたらなと思います。インターンとしたいと思って、最初いろんな業界に行って、ちゃんと出会ってたった5ヶ月しか経ってないんですけど、池ちゃん、ここまでダイヤリーを支えてくれて本当にありがとう。池ちゃんが新しい環境で挑戦するので、私も今挑戦しながらメッセージを出します。また引き続きよろしくお願いします。ということで、一言池ちゃんからお願いします。はい、いや本当にそうですね、ここまでやってくださったのはあんま知らなかったので、実際にありがとうございます。はい、はい、ということで締め会終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、池ちゃんの門出を祝って乾杯。乾杯。ありがとうございます。本当に。
動画もね、書き取っていただいて、そのまま最後の感想みたいに欲しいです。今日一日終えて、最終日終えて、最終日終えて、でも最終日って感じしないわ。そうですね、明日もいると思ってる。言葉が下手なので営業やっていけんのかって感じなんですけど、もちろん、まあでも本当にここまでやっていただいたってすごい嬉しいですし、はい、ここまでやっていただいたのはなかなかないので、絶対忘れないなと思います。ありがとうございます、本当に。池ちゃん、約2年間本当にお疲れ様でした。インターンの時から、そのまま入社していただいて、入社してから約1年間、まあ、いろんなことあったと思うんですけど、ダイアリーで働いてくれて、まずは本当にありがとうございましたっていうふうに思ってます。まあ、池ちゃんの良さとして縁の下の力持ちというかっていうところがすごいあって、いい場所でも池ちゃんのその良さを生かして頑張っていただきたいなと思ってます。あ、池ちゃんがいつでも戻ってこれるように、僕らも成長し続けたいなと思ってます。本当に約2年間ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。